2013年7月のオーステルハウト市の地図、オーステルハウトは、オランダ南部の基礎自治体及び都市。人口は53,693人。オーステルは、東の、ハウトは、森という意味である。オーステルハウトという地名は1277年の記録に初めて現れるが、考古学的な出土品から、戦士時代の集落の存在がわかっている。 テンプル騎士団はこの地に、洗礼者ヨハネを祀る寺院を建立した。これは後に城に発展し、ブレダ・やベルヘン、オプゾームといった周辺地域を監督するようになった。城は80年戦争中の1573年に、スペイン軍によって破壊され、今日は塔が一つだけ残っている。19世紀にかけて、オーステルハウトは、政党の中心地として栄えた。 1625年には、オラニエコー、フレデリック・ヘンドリックによって市外が包囲され、大きな被害を受けた。プロテスタンティズムが交流して後も、オーステルハウトには、数カ所のカトリックの修道院があった。このうち、プレモントリ会の修道院は、現在も活動を続けている。1809年に、ホラントをルイボナパルトから都市圏を取得した。市内を本拠地とする。 スポーツクラブ、ありがとうございます。